おはようございます。今日はカリタのコーヒーミルについてです。この動画をご覧いただくと、カリタのコーヒーミル KH10 の問題点とその改善方法がわかります。これからも頑張って動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。以前の動画でコーヒーミルの掃除方法をお伝えしましたが、このコーヒーミルで一点残念なのが、中が木のままなのでハケで掃除するんですけど、どうしてもこの木の細かい溝にコーヒーの粉が残って綺麗に取れないんですよね。もうちょっと中をツルツルに磨いてあったら掃除が簡単なんで、それだけがちょっと残念です。頑張って掃除してもこんな感じです。ちょっと分かりづらいですかね。ちょっとサンドペーパーで中磨いたらツルツルになるかも分かんないですけど、ちょっとやってみますかね。カリタのコーヒーミルですが、中がザラザラでなかなかハケだけでは綺麗にならないので、ちょっとサンドペーパーで綺麗にしてみたいと思います。削ってみました。ちょっとまだ粉がついてるんで白いですけど、だいぶ手触り的にはツルツルになってきました。全体的に磨いていきます。ただここのネジの部分は磨けないんで、この手前のところと奥だけ磨いておきます。これでも奥の底の部分をどうするかですね。これも磨きたいんですが、ちょっと奥を磨くのが難しいですね。ルーターかなんかで磨いた方がいいかもわかんないですね。かなりスベスベになってきたかなって思います。こんな感じです。ちょっとまだ気持ち隙間というか凹凸があるような気もしますが、前よりはかなり滑らかになったかなと思います。今回だけは水洗いしてしっかり乾かしたいと思います。ちょっと水洗いしてみたんですが、まだちょっとなんかコーヒーの粉が隙間に残っててるような気もします。もうちょっとだけ削ります。なかなか綺麗にならないですね。
ちょっと深いとこが残ってます。ちょっとルーター持ってきます。ルーターを持ってきました。だいぶ綺麗になりました。わかりますかね、コーヒーの粉が入ってた水を削りました。ちょっと外側もついでに削っちゃいましょう。ちょっと難しいかな。側面はちょっとルーターでも難しいですね。よし、洗っておきます。削った木の粉はきれいに洗い流せたかと思います。ドライヤーで乾かしてみましたが、どうでしょう、ちょっとまだもうちょっとだけへこんでるところが、この辺とか分かりますかね、この辺とかちょっとねまだへこんでるところがあるんですよね。もうちょっとだけ削ります。このへこんでるところ削っていきます。洗っていきます。乾かします。だいぶ綺麗になったんですけどね、この場所です。まだちょっと深いですね。ちょっとへこんだところがどこだか分かんなくなっちゃいましたけど、まあ綺麗になったのでいいことにします。中を綺麗に磨きましたので実際に使ってみたいと思います。
き終わりました。どうでしょう、中を磨いたのでコーヒーの粉が残らなくなりました。磨く前です。磨いた後です。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。